んにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今回は新発売、アルトボタンを装備した重低音の鳴るポータブルアクティブワイヤレススピーカー、アルトフィールド1、こちらの紹介です。このスピーカーはですね、従来のこの長さ20センチぐらいの、アクティブスピーカーとはちょっと今までとはちょっと違っててですね、なんとウーハーユニットを搭載しています。従来の SRS-SB23 までの機種だと、ステレオスピーカーになっていて、こっちとこっち左右に、ミッドレンジのスピーカーを搭載するモデルが、多かったというか、まあそれで今までずっと踏襲してきてます。で、こうやってですね、左右にパッシブラジエーターを搭載していたり、真ん中にパッシブラジエーターを搭載していたりというふうにしてデザインを変えて出てきてましたけども、ずっ と、そのスタイルで来ていたものが、今回は、2way のスピーカーユニットになった、初のモデルになると思います。ウーハーユニットを搭載した、アクティブスピーカーというのは実はですね、これが初ではありません。12年前に、2012年に発売された SRS-STB70 という、こういう縦型でも置ける、スピーカーの初代モデルがあるんですけども、その初代機が、ウーハーユニットを内蔵していました。私もその時買ってですね、12年、自宅で使っております。どんなモデルかというと、よいしょ、じゃーん、こんなモデルです。このモデルはですね、ここに、ウーハーユニット真ん中に入っていて、で、左右に、ステレオのスピーカーが、入っているというモデルでした。で、これがですね、今回は、これぐらいですね、ボディの3分の2ぐらいが、ウーハーユニットになっていて、ここに、16ミリのツイーターが入っています。ウーハーのサイズは8センチ、83ミリの42ミリなので、おそらくこの、昔の12年前のスピーカーと比べると、もうウーハーユニットのサイズが全然違いますね。これ多分直径4センチぐらいのウーハーユニットだったのかな。ちなみにそのウーハーユニットが入っているおかげで、重低音がかなりになります。おそらく史上最低と言っていいのかわからないんですけども、重低音の鳴りに関しては、このサイズのスピーカーではもう全然破壊力満点というか、レベルの違う音がすると思います。後ほどちょっとお聞かせしたい、聞き比べちょっとしてみたいなと思います。それと、防水防塵、それと、防錆ですね、それらの機能を積んでいて、防水防塵に関しては IP67 ということになっているので、粉塵などは、中に入らないし、1メートルの水深のところに30分水を水の中につけても、浸水してこないというような防水性能になっています。それと、防錆になってますので、これはもうビーチとか海辺で使っても問題のないスピーカーということになるかと思います。そして、シリーズ初ですね、ショップブルーフといって、落下テストをこれはちゃんとしていて、1.2 メートルからの高さの落下で、これをテストして、壊れないというふうな一応作りになっています。触ってみると分かるんですけども、ここの左右がスティフェって樹脂製になっているので、ここで、ショックを和らげることができる。それと、あとボディがかなり軽いので、ダメージ自体はこれは少ないんじゃないかなというふうに思います。そして、バッテリーはですね、12時間のロングバッテリーになってます。充電式になってます。ここに充電端子裏のところにあって、ここに USB のタイプ C 端子が入りますね。これで12時間使えます。まあ、1日持ち歩いてもずっと鳴らしっぱなしで使えるようなイメージだと思います。それと、私もこれテスト期間中にですね、たまたま電話かかってきて通話をしたんですけども、ハンズフリー通話に対応しています。あいにくこれの先方での聞こえ方とかいうのがちょっと僕の方ではわからないんですけども、ここに置いて、普通にこうやってかかってきた電話で話をして、向こうが聞き取りづらそうな素振りとかっていうのは何もなかったので、おそらく向こうに正しいというか、聞こえやすい形で伝わってるんじゃないかなというふうに思います。そしてこのデザイン、見ての通りで縦横で置けます。こうやって置けるのと、こうやって置いても音が鳴りますね。
よいしょ、安定して使えるのと、こうやって縦置きした時もちゃんとここにダクトがついてるので、パッシブラジエーターの、あの音っていうのはここからちゃんと排気されるように、排圧が出るようになっていますね。そして、あとストラップがこうやってついています。マルチストラップになっていて、こうやって引っ掛けることもできるし、ここのところに、紐としてこうやって縦置きのスタイルでの、引っ掛けるということもできますね。こっちが横置きスタイル。まあ、キャンプとかで使うときがあれば、そういったときに、紐にかけて高いところにこういうのを置くことができると思います。そして、これがですね、アルトフィールド1というふうに、命名されているんですけど、これペットネームといって、リンクパッズ。イヤホンだとリンクパッズなのに、そうした型番ではない、ペットネームがついてたんですけど、スパイラルスピーカーとしては初めて、ペットネームで、アルトフィールド1。で、製品としては、アルトパワーサウンドシリーズというふうな名前になって、アルトフィールド1と今回はアルトフィールド7というのが発売になっています。というところで、こちらのアルトフィールド1は、4色展開になっているので、ブラック と、ホワイト、それと、フォレストグレーと、オレンジ、この4色での発売になっています。ではちょっと音を聞いてみようかなと思うんですけども、凄さをちょっと体感していたもらいたために、こちらの、初代機ですね、STR-BTD-70、これのところからちょっと聞いてみたいと思います。すごいですよ。初代機はですね、こうやって、電源ボタンとかちゃんとスイッチになってて、これまだですね、NFC とかついていなかったので、これ僕勝手に NFC の、タグをつけて、これで、使えるようにっていう風に設定を自分でしていました。ではちょっと音鳴らしてみようと思います。よいしょ。というような音質で、これをちょっとスイッチ切ってですね、よし、こちらのアルトフィールド1、こちらで音を聞いてみようと思います。アルトフィールド1ですけども、まあ電源ボタンと、あと Bluetooth のペアリングボタン、それと再生停止、あとプラスマイナスがついているのと、ここに、アルトボタン、アルトパワーボタンがついていて、これをオンにするとこんな音がしますね。なんかジャーンっていうドラムロールが入るんですが、これがオフの状態で、これがオンの状態です。じゃあ今度これでちょっと音鳴らしてみますね。もう全然低域の音の出方が違うと思います。実は先ほどの BTD70 の方はボリューム全開だったんですけども、こっちはですね、ボリューム3分の1から半分以下ですね。それでもう全然低音の多分聞こえ方が違うんじゃないかなと思います。ちょっとボリューム上げてみましょう。前回までということで、重低音が鳴るだけではなくて音圧もかなりこれ出ますね。ではこのアルトボタンをですね、ちょっとオフにしてみましょう。先ほどまでの重低音もなくなったし、音圧の高さも感じられなくなりました。ただまあ普通に課長域っていうか、上の方の中低音、中高音ですねの音は普通に聞こえてきますね。もう一回アルトパワーボタンをオンにしてみます。
ということで、ちょっとマイクを通してなってしまうんですけども、かなり重低音が出ているのがお分かりになるのではないでしょうか。このモデルですね、ステレオではあいにくないのですが、正直言ってこのサイズのスピーカーでステレオの広がり感っていうのはあまり感じられないんですよね。例えばこういうステレオスピーカーになっているもの、この距離でこうやって聞いてると確かに広がり感ってすごくあるんですけども、もうこの距離で聞いてしまうとふわっとした感じにはなってしまうので、おそらくステレオ感っていうのはもう感じられないんじゃないかなと思います。それと、この手のスピーカーみんなこうやって立てて使うことがあるんですけども、立ててしまうともうステレオ感はなくなってですね、もうあの広がりの音っていうだけになってしまうので、この使われ方がきっと多いので、あのステレオを諦めて、その代わりボディの3分の2乗をあのウーハーユニット締めて、それで重低音を鳴らせるようなスピーカーにしたんじゃないかなというふうに、個人的に思っています。音質よりももう雰囲気重視、音圧もかなり高いので、この重低音は今までのモデルだと、倍音構成とかで、あ、低域の音が鳴ってるような気がするというような聞こえ方ではなくて、これ本当に重低音が鳴ってるので、こういう近くで聞いてると、お腹にズシッてくるような重低音が本当になります。こういうコンパクトスピーカーっていうのはおそらくソニーさんでも初だったんじゃないかなと思います。こちらの BTD70 でもここまで低音は出ませんので、そういった意味では史上最低の重低音の出る、ポータブルスピーカーなんじゃないかなというふうに思います。12年前に買ったこのモデル、気に入って今も使ってるんですけど、これ実はですね、よいしょ、炭酸電池駆動なんですね。まあ充電しながら使ってるんですけども、専用 AC アダプターだったり、かなり、今となっては見劣りする機能なんですけども、こちら、USB Type-C の端子がついてるし、防水にもなってるし、防塵にもなってるし、防サビにもなってるし、12年の進化を改めて感じてしまうんですが、これは今回ちょっと個人的にもかなり欲しいモデルだなというふうな気がします。こちらのアルトフィールド1ですけども、発売が4月下旬予定ですかね。それで、重量は 605g というふうになっていて、市場想定売価は、税込みで 19,800円というふうに聞いています。ゴールデンウィーク前なので、お出かけにこれを持っていくこともできるし、それとゴールデンウィークお家で過ごすときにですね、このスピーカーで、音楽を楽しむ、もしくは動画再生の時にスマートフォンでの動画再生などの音を楽しむ、あとはゲームを楽しむというようなことができると思います。なかなか、持ちやすくいいデザインじゃないかなというふうに思います。ファブリック地ですね、これね、ここはね、ぜひご検討になってみてください。